情念司チャンネルニュースの虎が若、おー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。今日はですね、お世話になっている皆さんをご招待いたします。ちょっとお船の会をやっておるんですが、なんかね、火の不始末増えてるんですよ。戸締まり用心、火の用心、笹川良一先生じゃないですけど、いや皆さんね、本当にね、火の不始末は気をつけてください。危ないですよ。火事になるだけじゃなくてね、爆発が起こったりしてるんです。どこで起こってるかというとですね、クリミア9日にもですね、さっき海軍航空基地でしたっけ、あそこで大爆発が起こりましたけれども、あれなんかタバコの火が原因だったみたいですよね。ロシア政府の公式発表なんで、ロシアンフレンズの皆さん、それでいいですよね。タバコの火の不始末ってことでいいんですよね。ベラルーシでもなんか大きなタバコの火の不始末があったりとか、あとヘルソン州のね、前線からだいぶ下がったところでもタバコの火の不始末で大爆発が起こったということなんですが、日本時間でいうと昨日かな、クリミアでまた大爆発がございまして、どうもですね、変電所からも爆発が起きたみたいなんですよ。なんでロシア禁煙になってないですかねそういうね、変電所とかね、禁煙にした方がいいんじゃねえかなと思う。現場猫何匹飼ってんだお前はみたいな話なんですが、これもね、ウクライナ側は関与してません。タイガージェットシン状態です。タイガージェットシンがほら昔やってたでしょ、リングのさ、エプロンサイドからさ、下潜ったりとか、客席からなんか渡された凶器でさ、ブッチャとかもね、こうウェーとか言ってやってね、ジョー樋口がちょっと失神してる間にウェーみたいな感じでしょ。だから今ウクライナはもうあのアリシー日のね、前世紀のタイガージェットシンのような状態で、ほんとオーノーみたいな感じで、私は知りません、今回の爆発も知りませんって言ってるんですよね。いやー、なんかちょっとロシアどうしちゃったのね、ほんと火の不始末気をつけた方がいいなと思うんですが、この爆発を受けてですね、先日ね、9日のクリミア大爆発のね、動画僕上げた時には、クリミア大橋ね、ケルチってとこにあるらしいんですけど、このケルチ大橋って言うのかな、ロシアとクリミア本土をつないで突貫工事で作ってですね、いつ崩れるか分かんねえって言われてるこの橋があるんですが、その橋に向けてですね、100キロの大渋滞が起きているという未確認情報があったというお話をさせていただいたんですが、これですね、確認取れました。本当に渋滞してました。テレビで流したからっていうのもね、ちょっとテレビの査読能力微妙なところですけど、もう大手マスコミ、それから海外のメディアなんかもですね、もう渋滞は事実ということで伝えてるので、本当です。ある種ですね、アニメ版シンゴジラの避難シーンのようなですね、そんな感じですね。もしくはラクーンシティでパンデミック起こった瞬間ね、ギャーってみんなもうパニック起こして避難してますよね。あのノリでですね、クリミアにね、不法侵入したロシア人がですね、クリミア大橋から地震なんて逃げているということです。エストニアにいるですね、保坂三蔵先生によるとですね、大体その5万人ぐらいのですね、不法入植がね、あったらしいんですよ。クリミア侵攻の後ね、戦争ですから、あれだって特別軍事作戦とか言いますけどね、戦争なんで物件の権利とか曖昧になったところにロシア人がわーって退去を押し寄せて、その5万人がですね、不法占拠するような形で住んでたらしいんですよ、クリミアに。そいつらがですね、一気に今逃げてるらしいです。同じく保坂先生のツイッターによるとですね、今クリミアでなんと1万軒の家が売りに出ているということなんだそうですね。これはやばいですよね。まあこれもうほぼ事実でしょう。ということで、クリミア大橋をですね、ウクライナ軍が攻撃しなかった理由っていうのは、ここでなんとなく皆さん分かりますよね。もう皆さんお分かりですよね。これ公開情報です。あ、これ後ろもちろん CG ですよ、みんな気づいた？後ろ CG ですよ、これね、皆さん、ここスタジオですからね、全然海とかじゃないですか。この音もわざと環境音楽みたい入れてるだけなの、これ CG ですけど、皆さんもすでにお分かりですよね。クリミア大橋をなぜウクライナ軍が落とさなかったかというと、おそらくですけどね、ロシアで火事が多発して火事がいっぱい起こって大爆発とか起こったらさ、それ不安ですよね。こんな火事で大爆発、昨日も今日も大爆発と、変電所までやられちゃったのということで、みんなびっくりしてですね、いや、ウクライナが撃ったわけじゃないですよ、ウクライナが撃ったわけじゃないですけど、この大爆発でクリミアに住んでるね、ロシア人がビビってですね、橋にも退去して逃げて、パニックがパニックを呼んでですね、こういったものがですね、ロシア軍のその行動も制限することにつながりますし、戻っていった人がですね、もうウクライナがそこまで来てるぞなんて噂をバーっとこうばらまくわけですよ、口コミで。これはもういくらネットで検閲してもですね、無理ですよね、止めらんないでしょ。人の口には戸は立てられないというね、ことわざがある通りですね、これはなかなか難しいかなと思います。こういうの全部心理的効果も狙った上で、ウクライナはあの橋をわざと落とさなかったんだろうなとするとね、これはなかなかすごいなと思います。ちなみにですね、確かアメリカですけれども、今回の爆発にね、これ火の不始末なんですよ、基本的にはね、タバコの火の不始末なんですけど、今回の爆発にアメリカが提供したハイマースが使われてるかというような質問に対してですね、ネガティブ、そんなもん使ってるわけないでしょうと、何も渡してないです、エイタグムスも渡してないですよ、知りませんよというふうに言ってます。まあ何なんでしょうね、本当のところはよくわからないんですが、ロシアが火の不始末って言ってんだからさ、火の不始末でいいんじゃね。パルチザンとか特殊部隊がやったとかいろいろ言われてますけどね、この間のね、さっき空軍基地の攻撃はね、見事にね、爆撃機だ
けが燃えるという不思議な火が出てたみたいなんですね。これあれじゃないですかね、野生の人影かもしれませんね。モンスターボールが今ロシアに不足してんじゃねえか。ポケモンマスターをやっぱ呼んだ方がいいね。でも今ほら日本からポケモンマスター行けないでしょ、ロシアに渡航制限今なっちゃってるから、あーって感じですね。野生の人影が暴れちゃったかな。爆炎機ばっかりね、集中的に。なんで爆炎機ばっかこんな燃えるんだろうなっていうね、衛星写真で見るとね、不思議な燃え方してましたけどね。タバコの火の不始末にしてはじゃああれなんですかね、爆撃機の前にことごとく喫煙所があったんですかね。なんかそんな不思議な燃え方してるんですけど、アメリカが提供した兵器ではないですから、アメリカも否定してますし、ウクライナももうノー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 とタイガージェット新状態ですので、そういうことなんじゃないですかね、ロシアの発表で。いやー、いろんなとこ燃えるなと、そんな感じがしますね。この後どうなるかなんですけど、クリミアがねスカスカになってくるとね、これロシア結構まずいんじゃないかなと。ここからちょっと真面目に言うと、なんでこんな曖昧なことになってるかといえばね、ロシアはですね2014年にクリミアをね電撃併合してるわけですよ。住民投票は無効ですよ、ちなみに言っときますけど。要は軍事的強圧の中で行われた住民投票であって、あんな投票全くもって無効なんですけど、全部周到にね彼らは準備して、そのクリミアのさウクライナの人も裏切っちゃったんでね、本当に日本の満州事変よろしくですね、見事な手際でねクリミア併合っていうのを本当にもう半日から2週間ぐらいで成し遂げちゃったわけですよ。今回ウクライナ全土であれと同じこと考えてたんですけど、見事に失敗したんですが、結果としてクリミアがね8年間ロシアにずっと併合された状態まま置かれてるわけですよ。現状はそういうまずい状態、ロシア側もあそこは自分とこの領土だと主張しているので、あからさまにですねそこを攻撃するとね、ロシアがまた核による恫喝みたいなことが始まって、またちょっと戦況がねおかしくなるでしょ。なのでウクライナは現場猫に任せてですね攻撃しているということです。そのクリミアにつながるヘルソンなんですけれども、これ昨日だいぶニュース出てましたね。やっぱりロシア軍の司令部がドニプル川のですね東側に撤退したというのはこれどうも事実みたいです。未確認情報ですが、取り残されたロシア兵2万人がですね補給が断たれてですね、もうほとんど降伏するしかないような状態に置かれているというような、これまだ未確認ですよ、未確認情報も出ていて、南部ではだいぶこのウクライナ軍が押してますね。逆にロシア軍はですね南部に戦力を割いたことによってですね、東部がちょっと怪しくなってきてる、前進はしてますけどね相変わらずね、かなりひどい状態で、ロジン教ルジン教からね強制動員された兵隊なんかはですね、もうろくな装備ないんですよ。靴ザラらしいですよ、ザラザラのメンズスニーカー履かされて、いやこれガチですよ、俺見ましたから、これザラのメンズスニーカーでこれで戦争してこいと。ブーツもないんですよ、すごいでしょ。それで生かされてると。さらに言うとワーグナーが連れてきてるさ兵隊ね、刑務所から連れてきたあの囚人兵ですけど、あいつらもろくに武器持たされずに装甲車乗って行ってこいって言われるらしいんですよ。おとりで生かされて、それ撃たれるじゃないですか、撃たれると、あここから撃ってきたっていうので、そこをロシア軍が砲撃するというののおとりに使われていて、聞くところによるとですね7割が大砲の飼料としてですね、大砲の餌としてですね散っていってるというふうに言われてます。ただその問題のワーグナーなんですが、ワーグナーの司令部でね調子こいて撮った写真をテレグラムにアップしたらしいんですよ。それで司令部が見っかっちゃって、ウクライナからハイマースの攻撃食らってですねワーグナーの司令部で100人ぐらいサンズの川を渡られたということでね、ワーグナーといえば本当に卑劣でね、かつね残虐な攻撃をすることで有名ですけれども、その傭兵部隊もですね調子こいてテレグラムにアップしたんでね、それがあだになって、あの前にほら輸送艦がやられましたよね、ロシアのね。あれもロシアのネットテレビが取材に行ってここにいるってバレちゃって、そんで撃たれて沈んだみたいな話ありましたけれども、同じようにですねワーグナーの司令部も今回そういう形で粉砕されたと。こんな感じですね、余裕を見せないといけないんですよロシアはね。だって特別軍事作戦でしょ、戦争じゃないんでしょ、もっと余裕見せてよって感じ。どんどん司令部のね情報ねアップしてほしいなと思うんですけど、あと携帯電話でコールしちゃってそんでバレちゃったりとかね、いろんなこう下手を打っているんですが、まあでもなかなかしぶといですね。まだまだ続きそうな予感ですが、現場猫大活躍ということでね、本当にね皆さんね、タバコの火の不始末本当に気をつけてくださいね。爆発したりしますんでね、お気をつけいただければいいかなというふうに思っています。ちなみに明日の予告なんですが、このクリミアでの事件を受けてですね、また再びですね元陸将の渡辺義和さんがですねこちらのチャンネルに明日登場します。渡辺さんがね現在クリミアで何が行われているかというね情勢をね完璧に解説していただくことになりますので、ぜひですね皆さん明日のね渡辺さんとのコラボ動画ご期待いただければというふうに思っております。ということで今日の内容面白かったら、ぜひですね高評価のボタンとチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。最後にね内容気に入ったら、ぜひね Thanks ボタンでご支援ください。ガオー。